皆さんこんにちは、ジャックです。最近ちょっと体の動かしづらさが増してきてる気がして、ちょっと頑張って動画撮っていかなあかんなと思ってるんですが、ビデオカメラが壊れまして、さらに時を同じくしてスマホも壊れまして、今日はちょっとウェブカメラで撮っています。まあ、ちょっと頑張っていこうと思うんですけども、今日のミリシンスタイルはですね、スケールの僕のおすすめする覚え方についてご紹介します。皆さん、スケールっていうとどんなふうに覚えてますでしょうか？一般的には、例えばここから始まると、で、さらにこれの前の音とかを入れて、みたいな感じで、こういう方向に動くっていうのを、で、覚えてる方が多いと思うんですけども、これだとですね、例えば早弾きしたとしてもですね、この方向にこう動こうとするので、ビリーのようにですね、この指板全体を使った、フレージングになりにくいと思ってます。で、今日僕がおすすめするスケールの覚え方はですね、このネック方向にスケールを覚えるっていうことです。やってみますと、例えば僕がおすすめのところに1弦 G なので、 G メジャースケールの音をこっち方向に覚えます。1オクターブ上。こっち方向のですね、スケールの音をパッとたどれるようにしておくっていうことですね。で、さらにもう一つ、もう一個下の弦、この D の弦ですね。2弦も同じく G メジャースケールの音を覚えておきます。こうなんですね。やるとですね、この2弦だけで、いろんなパターンのフレーズが弾けます。で、横方向にこう移動できるようにするんですね。みたいな、こういうブロックでこう弾くっていうのももちろんいいんですけど、こっちへこっちへとか、こっちへこっちへみたいな、横方向に瞬時に動けるっていう練習になります。ちょっとこんな話もあともう一個別の動画でも喋ろうと思いますので、今日は一旦ここまでにします。参考になれば嬉しいです。それではまた。